京都国際学生映画祭に関わっていらっしゃる皆様、作品を出そうとしていらっしゃる皆様、私映画監督演出家をやっております堤幸彦でございます。今もう66歳なんですけども、まだまだこれから頑張っていろいろ作っていきますけれども、ぜひ皆さんもですね、学生というある特別な時間、そしてそこで物を見る力、自分でしか見えないもの、そういったものをですね、どんどん作っていっていただきたいというふうに思うんですね。私たちが10年20年かかってきたことが一夜にしてテクニカルの面ではできてしまう、そういった素晴らしい時代だと思うんで、自らの目こそが武器だというふうに思っていただいて、どんなやり方でも自由にできると思いますんで、世界に向かって戦いをですね、挑んでいっていただきたいというふうに思うわけです。ぜひ我々のようなもうロートルおじいさんは、もう皆様の力でボッコボコにですね、していただいて、皆様の時代を作り上げていってほしいと思いますし、私もバックアップできるものであれば、羨ましいなと思いながら、後押しできればしたいなというふうに思います。もし何かまた機会があればお声掛けください。堤幸彦でございました。頑張ってください。